今年もまた卒業のシーズンがやってきた。先生、質問。ん？なんだ？あの、卒業って誰がするんですか？なんだと？そうでげす。チャチャたちが卒業するでげす。まずい。チャチャは魔法を極め世に出てはまずい。あの学園の中に封じ込めておかねば。そうげし。はい。なんとしても食い止めろ。はい、大魔王様。すでに手は打っておるでげす。あの、ところで大魔王様。ん？一つだけ聞いてよろしいでげすか？なんだ？なぜそれほどまでにあんな小娘のチャチャなどをお気になさるのでげすか？あのチャチャは魔法王国の。魔法王国の？そんなことはどうでもよい。お前はわしの命令に従っておればよいのだ。あれ？俺たちついこの間入学したばっかのような気がするけどな。私はお前たちをビシバシと鍛えてきた。だがこの学園のカリキュラムは半年で全て終わる。それぞれが道を極めこの学園を巣立っていくのだ。ある者は魔法使いの達人として、ある者は忍びの奥義を極めた宮内知として、そしてある者は世に恐れられる怪物モンスターとして、もはや私の教えることは何もない。ラスカル先生、そう簡単に卒業できるかな？な、なに？ええ、貴様何者だ？おつくんの二人。気がついたか、ジュー。お前たちが卒業するためには合格印が必要だということを忘れるな。何者だ？正体を現せ。私の名は、ネズミキッド。なんて言った？怪盗ネズミキッドって言ったわよ。か、風間の、風船、これを園長に渡しておけっちゅう。繰り返し繰り返し繰り返し持ち上げます。
らしてるわ。園長、やつは我がうらら学園に合格員を盗みに来るんだ。まあそれじゃあまるで泥棒さんじゃありませんか。これが我がうらら学園に伝わる由緒ある合格員です。へえ。卒業の時この合格員を押して皆さんを送り出します。もしも、もしも合格員が盗まれたら皆さんは卒業できなくなってしまうんですよ。へえ。あの、盗まれても新しく合格員を作ったらどうでしょう。それも困るんじゃないですか。どうして。卒業できないってことはいつまでたっても一人前になれないってことでしょ。私は早く一人前の魔法使いになってセラビー様のお嫁さんになるのよ。だから困るのよね、合格に盗まれると。私も早く一人前の忍びになりたい。おりんちゃん、そっか、そうよね。よし、この合格員、そうだ、みんなで守ろうぜ。おけど、ネズミキッドってやつ一体何者なんでしょうね。ネズミのキッドでしょ。それは私が説明しましょう。あらあら、あなたは。私はただの、えっしょ、通りすがりの名探偵ですよ。私はただの通りすがりの助手よ。はい、うらら園長、卒業生のファイルがここにありますね。え、あ、はいはい、ありますよ。15ページを見てください。15ページね。まあまあ、ありましたよ。あらあら、セラビーさんたちの卒業した年ね。ドロシーちゃんの後ろの男、彼がネズミキッドです。いましたね。確かセラビーさんと得意学科の変装合戦で優勝を競って。エントリーナンバー16番、セラビー、大天使ミカエル、同じくガブリエル、10点。エントリーナンバー宿泊、ネズミキッド、ネズミの嫁入り、豪華金屏風付き、10点、5点、3点、7点、6点、12人、チタンカーメン、天魚の羽衣、10点、10点。お相撲ネズミ、チータソネズミ、ぬれネズミ、10点、4点、8点、3点、肝心帳、ムンクの叫び、スマップ、カカシネズミ、ネオポロファイネズミ、ビクリネズミ、優勝はセラビーさん。セラビーさんに負けたネズミキッドさんは翌日から学園に来なくなっちゃったんでしたね。ぐれちゃったんですね。じゃあきっと卒業できなかったのね。ひょっとして合格員を盗みに来るのはその恨みかな。さあそれはどうでしょう。その後彼は魔界に入ったと聞きます。そして得意の変装術に磨きをかけて天下に轟く怪盗になったということよ。何にしても合格員は守り抜くぞ。そして我が愛しの教え子たちを無事卒業に導くのだ。私も協力しましょう。それでは今宵また。まあまあ素敵な探偵さんね。どこが。セラビー、お前まで出てきたかっちゅう。こうやってしっかり全員で合格員を見張っていれば絶対に安全だ。あと30分で12時ですね。ちょっと何よ、
よね。びっくりしちゃった。何よ何よ、人がせっかく話を聞いて助っ人に来てあげたんじゃない。よかった、合格員は無事だ。チャース、ご注文のかけそばお待ちどうさま。貴様、ネズミキッドの変装だな。めっそうもありません。あっしは注文があったから持ってきただけで。ごまかされないわよ。真夜中に出前なんかあるか。しかもこんな重大な時にそばなんか頼むやつはいない。あらあら、ご苦労さま。おいくら？5分前だ。みんな気をつけろ。こうしてみんなで見張ってるんです。ネズミキッドだって手は出せませんよ。いいえいいえ、それは甘い。ああ、ただの通りすがりの名探偵さん、いつの間に。ネズミキッドは天下に名を轟かせた怪盗。予告したことは必ず成し遂げます。いやあ、遅くなりました。いやいや、誰かが、よし、私のバイクにいたずらしたらしくって。ん、通りすがりの名探偵さんが二人。どちらかがネズミキッドの変装だ。おほう、なかなか見事な変装ですね、ネズミキッド君。しかし本物は私です。まあまあ、どうしましょう、見分けがつかないわ。どちらが本物か、チャチャさん、あなたならわかるんじゃないんですか。そんな私あ、わかった、あなたが偽物よ。何だって、ただの通りすがりの助手を連れてないわ。そうよ、私を忘れるなんてひどいわ。プンスカプン。ナイス、チャチャさん。えらいぞ、チャチャ。え、へん。え、どこが違うってよく見破ったっちゅう。だがネズミキッドは狙ったものは必ずいただくっちゅう。バレて強がり言うな。うわっ、うわっ、うわっ、電気が消えたから落ち着いてスイッチを探せ。ない、合格員がない。安心しろ、合格員はここだ。教え子よ、こいつが偽物だ。合格員を取り返すのだ。違う、私は本物だ。困ったわ、今度は目印がない。ここは決め手が欲しいところですね。いかん、なんとか私が本物だということをガキどもに知らせなければ。ガキども、よく見るのだ、私が本物の優しいラスカル先生だ。なあ、ほらよく見てね。優しいって言われてもな。ラスカル先生といえば無知。無知といえば。ガキども、さっさとその偽物を捕まえろ。逆らうやつは無知でビシバシだ。わかった、偽物はこっちだ。何よ、貴様ら無知でビシバシ。思い知ったか、ネズミキッド。よくやったぞ、ラブリー教え子。ではごきげんよう。しまった、あっちが偽物だったんだ。合格員は確かにもらったっちゅう。ネズミに勝つものはいでよ、猫。もがけばもがくほど苦しくなるっちゅう。ドアにもがいてろっちゅう。待て、おりんちゃん、今助けます。その声は、くそ、結び目がどんどん固くなる。あ、私は大丈夫です。それより早く合格員を。あ、ごめん、おりんちゃん、必ず助けに来るから希望を捨てちゃダメですよ。はい、頑張れ頑張れ、シーネちゃん。合格員返せ。みんな、ヤッコちゃんの本当の力を知らないでしょう。見てなさいよ、ほーら、火薬玉、あっと驚くわよ。ヤッコちゃん、とっても綺麗よ。
相変わらず未熟ですね、ネズミキッド君。お前はすら。いいえ、ただの通りすがりの名探偵です。追いついたわよ。さあチャチャさん、あとは思う存分やりなさい。それでは行っちゃうんだ。ありがとう、ただの通りすがりの名探偵さん。もう逃がさねえぞ。合格印を返せ。バカっちゅう、合格印は渡さないっちゅう。ガクラデギス。嘘。これだこれだ、でかしたぞネズミキッド。あとは任せんだぞ。じゃじゃん、姉ちゃん、いけいけいけよ、解放。やったデギスな。ごめん、金田ちゃん。ごめんじゃないでしょ。あ、合格員が。どうやら私の勝ちのようだっちゅう。次はお前たちを片付けてやるっちゅう。とっておきの最終破壊兵器を使ってな。おいしい高いケーキ。どういう耳をしとんじゃお前は。三人揃って地獄へ送ってやるっちゅう。シュワッチュ。行け、ネズミさんロボット、そしてヤツらを全滅させろ。ネズミさんロボットは攻撃すればするほど増殖していくのだ。食いちぎれ、ネズミさんロボットよ。気持ち悪い。ネズミロボットはやっつけたわ。バカめ、これ式ネズミ団ロボット総計合体。ついに合格印を手に入れましたデンギス。
要よね。みんなで温泉入ってこう。ふう、極楽極楽。